日本近畿地方京都府京都州京区、おむろおむろは京都府京都州京区にある一地名。歌天皇の創建にして、新言、創おむろ派の創本山、門石人でもあるところの仁和寺の画商。加えて仁和寺一帯を指す地名である。くず郡花園村に起源する。おむろの名の由緒は、第五天皇の演技四年、歌法王が仁和寺におむろを造営し、 寄居する御所としたことから、その建物が、お室御所と呼ばれ、やがては、忍那寺の別称となったものとされている。さらに、忍那寺の十字である門跡の称号としても用いられた。それが、忍那寺一帯の地名として定着したものである。ただし、お室が、忍那寺の別称として定着したのは、陰世紀であり、十世紀から十一世紀には、他の有力寺院でも、 天皇の親族など高貴な出自を持つ十字は、お室と呼ばれていた。例えば、歌法王の孫でかつ、自家弟子でもあった官長を別当に迎えた東大寺では、官長をお室と尊称し、続いて別当になった花山天皇の二人の巫女も同様に尊称され、さらに不可感の公認で、格言の前任者であった幽慶も、参議藤原理久に残ながら、艦長、 新館の後継者として特にオムロの損傷で呼ばれていた例が知られている。オムロン発祥の地の石踏みオムロはオムロンの創業地としても知られており、社名の由来にもなっている。現在、オムロンの跡地は住宅地となっているが創業記念碑が建立されている。現在の当地は風光明媚で完成な住宅地として知られ、最寄り駅は 京福電気鉄道北野線のお室忍仁和寺駅である。仁和寺の東には、キューリー風寺で知られる、蓮華寺があり、仁和寺の北には五室八十八箇所霊場がある。南には、吉田健康が一時期案を結んだ総庫がある。ありがとうございます。